ジデブチャンネル始めるよ。レッツゴー、どうもトンポちゃんでーす。はい、今回なんですけど、ですね、私がまあ今のところ帝王切開の予定でして、あの帝王切開ということで、まあある程度も入院する日、そして出産する日っていうのは決められているので、まあ、その日に向けてやっとですね、お産セット、入院セットというものが揃ってきたので、そちらをご紹介したいと思います。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お産セットと入院セットって準備分けてる方が多くいらっしゃるんですけど、っていうのもやっぱりね、普通だったら陣痛が突然来て、とりあえずのバッグこれだけ持っていっときゃ、後ほど入院セットはご家族の方とかが持ってきてくれるみたいな感じでね、二つに分けてるんですけども、私の場合は、しっかり準備して、まあそう、緊急帝王切開にならない限りはですよ、入院の日が決まって、そのまま入院してっていう、だから準備もどっちもね、持っていくということで、もうどっちもまとめて準備させてもらいました。で、まあ準備した内容なんですけど、私の場合はこうやってね、冊子をいただいて、まあこういう、準備、お産セットかな。とか、まあ、こういった入院セットあればいいよみたいな感じで、まあ、あとは退院した後こういうもの、まあ、家にある準備しておいてねみたいなのあるんですけど、まあ、病院にね、そのセットがセットで売ってました。売店コンビニで、まあ、これあらかじめ私知っとったら、まあ、普通に買っとったんやけど、まあ、個別でそれぞれ揃えちゃったので、まあ大体ね、足りんかったらなんとなくもうその病院の売店とかそこら辺で揃っちゃ揃うので、まあまあ大体こんなもんですよとか、あと私がインスタグラムで、まあ、出産に向けてこういうのあったら便利とかあったら教えてくださいってこう募ったら、結構ねこういうのあったら便利だよって教えてもらえたので、そういったものをねご紹介したいと思います。でここに入院のねキャリーケース準備しまして、チラチラここに見えてるでしょ、これね私のお気に入りのリュックなんですよ。お弁当リュック可愛くないですか。梅干しご飯と鮭とほうれん草のごまえときんぴらごぼうと唐揚げと卵焼きのね、これポーチになってるんですよ、こういうリュックで。私これでね、このキャリーケースとこのリュックで入院したいと思ったんだけど、まあ入らなくて、まあ、泣く泣くこのリュックは諦めて、まあ、このね手提げのバッグとキャリーバッグでね持っていくわけなんですけど、荷物多くないって思ってる方はもしかしたらいらっしゃるのかな。ね、これだけ忘れてほしいんですけど、太ってる人の服ってまあ場所取るわけなんですよ、まあ、布の面積も大きいし、この中とかでそんなに入ってはないと私は思うのね。まあ今回こうやって入院セットとかね、お産セット紹介するんですけど、同時にね私みたいに、まあ、人よりちょっとこっちかなっていう方の参考になればと思って、私のそのパジャマもご紹介したいなと思って、やっぱりね赤ちゃんと家で過ごす時間が多いわけなんですよね。ってなるとやっぱ大半をねしばらくはパジャマで過ごすと思うんです。でそのパジャマっていうのも、まあ、できればこうお乳をやりやすいものだったらねやっぱ便利なので、私と同じようにちょっとねぽっちゃりしてる妊婦さんがどこで買いましたかとか、なんか教えてほしいですっていうねお問い合わせいただいたので、まあそういったものをねご紹介したいと思います。準備編ということで、入院に必要なもの、これは絶対いるっていうのもね、母子手帳。私はない母子手帳はこういったねケースというか、この中には母子手帳だったりとか、保険証財布に入れてるけど、あと、まあ、診察カードとかはね、入れてますね。で、まあ、これは日頃から持ち歩いてます。絶対いるんで、何かもうほら、万が一ね、突然破水しちゃったりとかした時に、まあ、わかりやすいようにね、これがもう、命綱じゃないけどね、大切なものになるので、これは持ち歩いてますね。まずね、バスタオルですね。バスタオルは、3枚持っていくんですけど、これがまあ場所取るんですよ。3枚、バスタオル。バスタオルは4枚入ってる ね、私バスタオル毎回洗うんですけど、まあ、最悪入院中は干してね2日に1枚のペースで使ってもいいのかなと思うんだけど、もしかして寒い可能性もあるし、あとまあベッドの下に引く可能性もあるので4枚持ってって、まあ足りないって時はね洗濯して干せばいいかなと思ってるので、これだけで結構場所取るでしょ。とまあちっちゃいミニタオル、洗顔とか、これはね3枚かな。スリッパ、これね友達にもらったんですけど、病院によってはねかかと付きのスリッパ、友達がねこうやって、この結構ラブリーでしょ、こうやってねなんか裏のねシリコンのところ、これめっちゃ可愛い、
まあ、これはちょっとね、私の出産誕生日祝いでもらった、買ってもらったやつなんですけど、結構ね、これいいの見つけられたよって言ってくれたんで、私はこれを使いたいと思ってますね。と、まあ、あの、病院で履くものはこの、かかとがついてるスリッパと、かかとがついてるサンダルですね。靴は履いていかないですね。多分、靴下履くって体勢結構、帝王切開でずっと話進めてるけど、傷口にね、これ前屈になると負担かかったりとか結構痛いと思うから、あんまり靴下履いてそこから靴を履くっていうのはしない気がするので、授乳用ブラっていうのがね必要というので買ったんですけど、まあ、こういった感じでつけて、でここでペロンペロンっていうものなんですけど、これちょっとね、私大きすぎちゃって、これサイズなんだろう、これ 5L で買ったんですけど、結構ゆるゆるで胸もねベロンっていう垂れパンダ状態なんですよ。であんまりこう締まりも良くなくて、まあ、これからねその赤ちゃんが生まれたらおっぱいは張って大きくなっててちょうど良くなるかもしれないんだけど、ちょっと私今のとここれだけじゃちょっと心配。ホック付きでここがねボタンでペロンって剥がれるやつを買い足しました。これは後日届くので、まあね、あの良ければご紹介したいなと思ってますっていうので、こちら下着セットをね、準備しました。これは絶対で、枚数的にもね、じゃあ入院1週間分ね買うってなると、まあそこで費用かかるから、まあ私は極力洗剤持ってってね洗濯しようかなって思ってます。これですね、あの退院の時赤ちゃんの洋服、赤ちゃんの帽子に、もう可愛いんです、こういった感じのねドレスを着せるようになってます。これはね、いただき物なんですよ。で、あの新品未使用でして、これあの私のね高校時代の同級生がお子さんを産む時用に買ったんだけど、病院から今徒歩5分で近すぎて、着てることなく終わっちゃったっていうので、もしね買ってなかったらね使ってっていうのでくださったんですよね、ありがとうございます。なのでね、まあ、これは赤ちゃん用の退院時のね、はい、ドレスとなっておりますね。ありがたい。もうほんと最初ね買わなきゃなと思ってたんで、ギリギリまで準備しないで、もし万が一ね赤ちゃんのその産気づくのが早かったりとかしたらすごい大変になっちゃうんだけど、じゃない限りはある意味いろいろアドバイスいただけたりとか、うん、あれもこれも買い足せる状況になるので、まあ私は妊娠9ヶ月のこの半ばで揃えたぐらいで、まあ良かったのかなって思えてますね。あとまあ病院でねこの赤ちゃん用の服をやっぱずっとこの状態で入れとくとシワ酔っちゃうんで、これをね一緒に入れて持っていきたいと思ってますね。でこっからは私のようにぽっちゃりした方へのおすすめになる、まあ、パジャマですよね。だからへそのケアセットとかは今取り寄せてるんで、まあ、退院した後に必要になってくるかなと思うんで、靴下加圧ソックスあると便利ですよって言われたんですけど、多分加圧ソックスは帝王切開だった場合多分病院が産後多分履かせてる気がするのでと思ってますけどね、はい、もし必要だったら買い出します。パジャマの紹介なんですけど、私は、パジャマを日線さんで買い揃えました。日線さんって結構ねサイズが豊富で 10L ぐらいまであるんですよ。なので、まあ、私は日線さんで買ったパジャマ2着と、あのね、こういったものを買いましたね。バスローブチュニックっていうので、まあ、お風呂上がりに、まあ、もちろんですね、そのブラジャーとかキャミソール、スパッツ履くけど、もうやっぱ暑いし、ちょっとゆったりしたいじゃないですか。って時に、まあ、バスローブっていうね、もうほんとこういう形なんですけど、で、あの、パチンとボタンが弾けて、おっぱいも赤ちゃんにもあげられるっていう。まあ、この3つを日清さんで買って、あと1つね、ちょっとまたあの、かかと付きのスリッパをくれた子が、あの入院用に私はこういうの使って便利だったよっていうのを買ってくれたのでご紹介したいと思います。まずね、あのパジャマの形なんですけど、こういったものを買ってますね。ワンピースみたいな感じ。長袖で、で、これね、買ったのもこうやってもうおっぱいをガラガラになってる、こうやってね、わかるかな、開ける状態になってるんですよね。で上げて、まくったりしなくていいというか、下からね、はい、ポッパやろうと思ったら前から開く、ポロンポロンできるっていうので、これ 5L サイズで、バストが 121cm から 129cm、 ヒップも 112cm から 120cm の方がダボッと着れるタイプなんですね。でこういう授乳口付きということなんで、これにこういったね
スパッツっていうのかな、長いそうゆったりしたねズボンもセットで売ってます、お値段は下の、はい、ところに書いておきますので参考に。私が身長151センチで体重が今93キロの状態なので、まあね、ある程度の方はぽっちゃりしてて 5L も十分入る方もいらっしゃるんじゃないかなと思うし、私の知り合いの方でマックス大きい方も多分 10L とかで全然入ってたので、ぽっちゃりしてる方は私も日清さんマタニティ服充実してるんでおすすめします。で最初に紹介したね、このバスローブチュニックっていうので、これね結構大きいダボーっとして着られるものになってて、フードもついてますよ、長袖ですよっていうので、これもね例えばほらおっぱいやりたいなと思ったらオープンボロンと出せるので、まあねお風呂上がりにゆったりもできるし、赤ちゃんとの接する時にも便利かなっていうもので買わせてもらいました。結構厚手なんで、まあねその赤ちゃんが落ち着いた後もまあ普通の通常のバスローブとしても使っていいんじゃないかなと思いますね。まあこれ一応私入院という時に持っていくんですけど、まあ例えば私みたいにワンオペの方とか、あとまあお父さんの帰りが遅いっていう時に赤ちゃんを風呂入れて、自分が一緒に入る人もいれば、まあ、赤ちゃんだけ先に入れてもいろいろ落ち着いた後で自分でサッと入るっていう人もいるんだけど、もしねあの一緒に入る場合はあのこういったものをサッと着てもね便利なんじゃないかなっていう補足。はい、そして、友達にもらった前開きのねあのパジャマなんですけど、これねバースデーで LL サイズでね買ってきてくれたんですけど、でもそこで、ね、さっきのあのかかと付きのスリッパも買ってきてくれてるんですけど、これね知らなかった、販売元が実は島村さんなんですよ。島村さんのバースデー商品部っていうとこなので、あ、さすが島村さんだな。普段からねやっぱ島村さんって大きいサイズの可愛い洋服とかも扱ってるんですね。であの島村さんと併設してるアベールさん、まあ、そこで私もあのマタニティ服というよりは普段のワンピースとかも買わせてもらってて、でそれがねすごいあのもうマタニティの役割を果たしてくれてるというか、はい、でそれいただいたやつなんですけど、まあ、これですね、これももうワンピース型というか、はい、でこれは上から下までボタンになってるので、まあ、これもね開きやすいし、生地はねあのさっき私が自分で買った分は結構ゴワゴワとしてるタオル生地だったんですよ。これはどっちかというと、まあ、あの普通の、まあ、シャツっぽいというか、はい、これはこれであの汗吸いそうなんで、これに黒のスパッツレギンスっていうのがついてる感じですね。 LL サイズなんだけど結構大きいです。私余裕で入るし、まあ、こう LL サイズで大丈夫かなって普段だったら思うんですけど、やっぱりマタニティ服っていうのでゆったりと着られる普通のサイズよりはねっていう状態になってるから、まあ私は LL サイズで、あの一応ね、サイズ書いてるのが、まあ、ふくりが97センチから118センチ、ヒップが97センチから111センチってなってるはいるんですけど、そういう人がゆったり着られるっていうので、私も着てみましたが入りましたんで、まあこれね、せっかくいただいたんで、これを入院した時にもね、着たいと思います。はい、ということで今回はですね、お産入院セットについてお話をさせていただきました。結構なボリュームになったと思うんですけど、結構こうネットとかで調べるともういろんな情報ありすぎて、病院からもらったリストっても結構シンプルなものですよ。なんで病院でもらった、まあ、シンプルなリストプラス先輩ママさんにいろいろ聞いて、あ、私これ必要そうだなっていうものを、まあ、今回は、しっかり集めてご紹介させていただきましたけど、やっぱね人によっても、そして生まれる赤ちゃんによっても状況は違うので、まあね、あのご自身で集めた情報でしっかり選び抜いてというか、で私のねこういったものも参考にしてもらえたらなと思ってますので、はい、そういう話を今回させていただきました。まあ最後にも言いますけど、グッドボタンとチャンネル登録お願いしますね。それじゃあまたね、バイバーイ。